ロハロー。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、迷宮に入る。複雑に入り組んでいて抜け出せないような状況に陥ることの例え。特に犯罪事件で犯人がわからずに未解決のまま捜査が打ち切られる時に使われたりするわね。これは古代ローマ時代の作家アポロドーロスのギリシャ神話に載せられた伝説が由来です。ギリシャ南方の地中海に浮かぶ島クレタ島には凶暴で知られる半人半牛の怪物ミノタウロスがいました。伝説ではクレタ島の王様ミノス王のお妃が王子と交わって生まれたという忌まわしき怪物。ミノス王は複雑な迷路の宮殿、つまり迷宮を作らせて、その中にミノタウロスを閉じ込めました。そして支配下にあったアテネには9年に一度7人の少年と7人の少女をクレタ島に送らせて生贄として迷宮に送り込みました。一旦迷宮に入ったら最後外に出ることはできずにミノタウロスの餌食となってしまったというお話です。ちなみにこれを憂えたアテネの王子テセウスは自ら生贄となって迷宮に入り込み、見事ミノタウロスを退治したのでした。さて、どうやってテセウスは迷宮から脱出できたのかは次の機会にお話ししましょう。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Turn into dead end. 今日のチェックポイント。Turn into. 変化して〇〇になる。〇〇に変わる。Dead end. 行き止まり。袋小路。これまでにも数々の迷宮入りした事件はあるわね。小説やドラマでは見事解決してラストを迎えるけれど、現実はそんなうまくはいかないよね。被害者の無念やご家族の苦しみを考えると、ほんとやるせないわよね。一刻も早く事件が解決することを祈るばかりだわ。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!